嫌いな敵トップ3よろ。私が一番嫌いな敵はフライムかな。あ、今はフライムめっちゃ弱くなったけど、昔のフライム見てふよふよ浮いて、で爆発するのもわざわざ遅延があって、置き土産してくるフライムが、でしかも素材めっちゃ要求してくるから、まあ、フライムが一番嫌いかな今も。フライムに比べたら今のキノコンとかめっちゃ可愛いし、別に強くないし、素材集めやすいし、交換しかないわ。キノコン可愛いよね。もしかしたら私がやらなくちゃいけないのってキノコンの子の子元気の子集めなのでは。キノコン可愛いね。キノコン集めといえばここです。マッシュラプトルの下、ここには全種類のキノコンがいる。いや、ハロー、ブンブンハロー YouTube。 いざ、ヘイ、風の行く先を。カズハ便利マジ、一発に素材が集まるから、ボタン押す。おお前何、おいバカ決勝、お前から金閣が絶対出ちゃうじゃん。あー、民金閣だ、愛金閣だ。そっか、私がカズハで雷元素拡散したから電気結晶カスだな。ナイスナイスナイス、キノコンの星。まあまあマスターしときましょう、うん、いらないものはマジでいらないんで、必要ないものを。マッチ棒やん、あ、やめて。いや、おお、勝利弱、邪魔すんなマジ。嘘だろ、降りてきてくんねえか。あ、いや、ダメ、あ、ちょっと強風のコアも嫌いだわ。こいつ600もらおうことっすけど、